はい、それでは自作したプログラムをパッケージスに登録して世界中のペチパにインストールしてもらおうという発表をさせていただきます。皆さん今回のペチパ、PHP カンファレンス参加されて、もうコード書き体力、すごく湧き立ってるんじゃないでしょうか。せっかくなら作ったプログラム世界中のペチパに共有しましょう。はい、この発表のターゲットなんですけれども、PHP でツールを開発している方や、作ったツールをみんなに使ってもらいたい方、パッケージストについて知りたい方をは、ターゲットとして発表させていただきます。はい、はい、自己紹介、させてください。私株式会社ラックスの久山と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、では、コンポーザーとパッケージストについてご紹介します。コンポーザーにつきましてはもう社会性ポーカーと思うんですけれども、PHP のアプリケーションの依存関係の管理ツールとなっております。コンポーザー JS に依存するライブラリを記述してコマンド一発でインストール更新してくれるようなツールとなっております。一方パッケージストについてはコンポーザーのメインリポジトリとなっておりまして、コンポーザー JS に記述された情報からパッケージを検索して各種パッケージの提供元からダウンロードしてくるというふうなツールとなっております。まあ、ここまでいくとなんだか登録するって言っても難しそうかなというふうに思うかもしれないんですけれども、想像より簡単ですのでこの4分間の中で十分説明できるかなと思います。はい、この4つの手順でコンポーザーからコマンドを取得できるようになりますので一つ一つ見ていきたいと思います。まずパッケージの定義ということで作ったプログラムにこのルートのところにコンポーザー JSON を作成します。基本的に必要になるのはこの4つの項目だけになりまして、ネーム、ディスクリプション、リクワイア、ライセンスの4つとなります。で、作成者コンポーザー JSON の書式が間違ってないかをチェックするためにコンポーザーバリデートというふうなコマンドを実行して、コンポーザー JSON is valid というふうに出力されれば OK です。で、その状態で、リポジトリコミットしまして、そのリポジトリの URL をパッケージストの、URL を、このパッケージストのページに、連携することによって登録完了となります。ただこれだけの手順でコンポーザーコマンドで取得できるようになります。では、パッケージの画面の方の、見方についてご説明したいと思います。登録するとこのような画面になるんですけれども、先ほど記述したコンポーザー JSON に記述した内容が、このコンポ、パッケージのページの方に反映されるようになっています。はい、で、今回 GitHub を使って、パッケージ数登録したんですけれども、GitHub 上の URL、の方で連携されてスター数であったりとかタグの情報、あと ReadMe の情報なんかも、パッケージ数の方で、反映されるようになります。で、その他のフィールド情報としましては、RequireDev というような形で、本番では不要な、開発用のパッケージ、例えば PHP ユニットなどもこちらの方に記述することによって、コンポーザーアップデート、ノーデブというようなコマンドで除外されるパッケージを定義することができます。で、あと、キーワードということで、パッケージの方で検索するときのキーワードを、設定できたり、あとタイプというふうなものが設定できます。その他にもさまざまな、フィールド情報が、あるんですけれども、詳しくはコンポーザーの公式ページの方でチェックしてみてください。はい。ちょっと駆け足になってしまったんですけど、パッケージストに登録することによって、コンポーザー経由でプログラムを取得できるようになり、リポジトリ情報を GUI で確認でき、また丁寧なコンポーザー JSON を書く動機づけになるかなと思います。はい、これをきっかけに世界中のペチパにインストールしてもらえるようなツールが作れることを祈っております。ということで、エンジョイペチパーズライフということで、ご清聴ありがとうございました。